人と豚のキメラに、の作成に成功。移植用臓器不足は解消する。あー、なるほど。確かに、てかもうすでに使われてるしね。心臓の弁膜症の手術の、弁ってさ、まあ、その名の通り弁が心臓には3つついてるんだけど、その弁がぶっ壊れちゃって、移植するときは、あれ牛だっけ？牛か豚の心臓から弁引っ張りが剥がしてきて、それ使うのね。だからより心臓、よりなんか人間のものに近い何かを作るっていうことなのかな。ドナー動物が想定外の臓器を作る問題のほか、人キメラに関しては倫理的課題も残る。人工臓器じゃダメなんだよ。だから遊説が、なんていうの遊説って、なんていうゴミ？クズ？ホコリ？機械を血液の中にポンと置いとくと、やっぱ白血球が反応して、そこを攻撃するんだよ。異物だから。そうすると、白血球ってさ、かさぶたみたいにどんどん溜まっていくの。遊説ってさ、クズっていうの。そこにどんどん血栓みたいに溜まってって、それが脳みそとかに飛んで、脳梗塞とか。常に、その血液サラサラ、抗凝固剤を飲み続けなきゃいけないんだよ。人の臓器を、米国では毎日22人の臓器移植待機患者が死亡している。へぇ。肝臓や腎臓や膵臓をホスト動物の体内で培養することが可能になれば、ああ、なるほど。医療の世界における臓器不足は解消されるだろう。こうした期待を高める研究が先日発表された。人の臓器のを他の動物の体内で作る上で鍵になるのがキメラ。すなわち複数の生物種の細胞の複合体を一個体として発達させる技術だ。この数十年、研究者たちは、ペトリ皿に入った幹細胞を実際の機能を備えた三次元の組織や器官に分化させようと悪戦苦闘してきたが、いやでももう耳とかできてるよね。技術的課題や政治的ハードルに行く手を阻まれ。でも後者の方が、技術的にはもう絶対できるはずなんだよ。もう政治的ハードルなんじゃないのこれって。倫理的問題。俺別にどうでもいいと思ってるけど。だがこのほど、命が一番大事だから。だがこのほど、二つの、しかも人間のな。俺豚が死ぬ方がなんと思わないけど、やっぱ人間死んだら悲しいから。これは人のエゴだと思って皆さん受け止めてください。今、豚畜生どもが聞いてたら、豚愛護団体やら、何や家畜愛護団体やらから、今クレームが来そうだけど、俺は人間の方が大事だと思ってるから。だがこのほど、二つの画期的な論文により、キメラの謎の解明に大きな前進がもたらされた。来年の今頃は、人と豚のキメラが、からできた胆のをアマゾンで注文できる。アマゾンでできんの？マジかよ。俺もいよいよアマゾン使わなきゃいけないな。などというつもりはもちろんないが、ないんかい。研究者たちはこれまで不可能だった二つのことを成し遂げた。一つ目は、人と豚という系統的に遠く離れた二つの種を、一つの範囲に合わせ、合体させること。二つ目は、ラットの体内で培養したマウスの臓器を使ってマウスの病気を治すこと。試験管とかでできそうだけどな。カリフォルニア州ラホヤ州にある、ラホヤにある、草空研究所で生物学者のフアン・カルロス・イスピス・ア・ベルモンテとジュン・ウー。いい名前じゃねえか。ジュン・ウー。は、4年の年歳月を費やし、様々な種類の人成人幹細胞を1500個の豚の肺に注入し続けた。いいね。日本が、なんか、いいね。この豚を大事にしてない感じがいいね。研究だったら、マウス殺してもしょうがねえだろ、みたいな。賛成。うん。食えばいい、最悪。最悪下の方にテロップ入れとけだろ。スタッフが美味しく召し上がりました、この豚に関しては、みたいな。これが人の強さ。使用したのは皮膚または血液細胞に由来する天然の幹細胞と同じ働きをするという再プログラムをされた人工幹細胞だ。もう人工幹細胞ができてるってことはすごいわ。彼らが作りたかったのは、どの細胞が、受精後最初の数週間を生き延びられるかだ。1月26日で、学術誌セルに掲載された論文によれば、最もうまくいったのは中間的な多能性幹細胞。すなわち、白紙状態と個々の細胞に分化し始める直前の幹細胞の間に位置する細胞だった。へぇ、なんかいろいろあるんだ。ほー。これが人間と豚の、豚人か、要は。豚人。こうやって見るとあんまり人間と変わんねえな。あんまり人のそれと変わんないね。多くだね。やっぱそうなってくるとさ、人間のさ、知識欲を満たしたいというこの生理的欲求はもう恐ろしいものでさ、これが成人したらどうなるんだろうってやっぱちょっと見てみたかったりもするよね。さ、それは本当に著しくモラルに反するから、難しいんだろうけど。ただやってるだろうな。どっかしらで。
エリア51あたりで。じゃなきゃよ、発想として生まれてこなくないか。一方他の研究の進展も相まって研究者たちの間に人工インスリン自体が不要に、へえ、あ、そっか。腎臓のランゲルハンス島のベータ細胞から出てくるあの、なんていうの、血糖値を下げるインスリンっていうホルモンがあるの。ホルモンって言うんだっけ。それ、あのさ、糖尿病、生まれつきの糖尿病、なんか、うちのジジイみたいにさ、マックスコーヒー飲みすぎて、なんちゅうの、後天的な理由で、糖尿病になるっていうのがみんなの一般的な考えだと思うんだけど、生まれつき2型糖尿病って、生まれつき糖尿病の人がいるんだよ。そういう人ってほんと世知辛い。1型だっけ ?1 型糖尿病だっけ。そういう人たち、子供がさ、ご飯食べる時に、注射をさ、ズブって刺してるニュースみたいなのって。1型が先天性か。ああいうの見ると世知辛いからね。笑顔で注射打ってんだけど、やっぱ長生きできねえわけよ。どうしても。糖尿病の患者さんっていうのは長生きできねえんだよ。そういうのがもしかしたら解決する。いや、臓器そのまま取り替えちゃえば、ね、インスリンさえ出してくれれば問題ないから。そういうことも可能になると。それを示したのが1月25日、ちょっとこれ読ませてくれ、面白い。1月25日付で、ネイチャー誌に掲載された幹細胞生物学者の中内、なんだこれ、なんて読むんだろう。谷系の系ってなんて読むんだろうな。なんとか中西の論文、少なくともラットでは成功した。てか日本人がやってんのこれ。誇れるじゃねえかよ。中内のチームはまず遺伝子を操作して、膵臓を作れないラットを用意した。これいいね。遺伝、当たり前のように言ってるけどさ、遺伝子を操作して、まず膵臓を作れないラット。このキューピー3分クッキングでさ、説明するから、まず、塩コショウ、遺伝子を操作して膵臓を作れないラットを用意してくださいって。恐ろしすぎないか。これが現実だよ、みんな。うん。最強。まず用意しよう。遺伝子を操作して膵臓を作れないラット。そして膵臓のないラットの肺にマウスの幹細胞。こちらは膵臓を作るのに必要な遺伝子をすべて持っているを注入した。するとラットは通常通り発達した。普通のラット、遺伝的要因がなんか劣性遺伝だったのかな?これが。難しい話になってきたな、だんだん。想定外の臓器が形成されたんだ、これ。恐ろしい記述がしてあるんだけど、我々が想定していない臓器が形成された。マジモンのキメラじゃねえかよ、これ。詳しいこれ、URL 貼っとくから、興味のある人間は。見てくれ。エドワード・エルリックみたいなことやってるから、日本人が。本当のキメラを作ったんだ。すげえな。なんかいよいよだなって思うよね。面白い、これ。ちょっと、ゆっくり見るわ。はぁー。豚肺までできちゃったら、もういよいよだよなぁ。